これはすげえ、空中に画面が浮いてるぜ。はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。今回はかなり画期的なアイテムを紹介します。なんとこのメガネ、これはサングラスではありません。 AR グラスです。これはね、エンリアルエアという大人気商品なんですが、これをつけるとなんと目の前には130インチの大画面が広がるんですよ。これめちゃくちゃでかくてすごいんですよね。まあ、一言で表現するならば、持ち運べるシアタールームという感じですかね。まあ、ですから部屋が狭くて大型のテレビが置けない方とかでも、映画や YouTube やゲームを大画面で楽しむことができますし、あとはね、新幹線なんかで長時間移動する人もその移動時間が楽しくなります。こういったね、 AR グラスがある新しい生活スタイル、かなりありだと思います。それでね、こんなに小さな AR グラスが出す映像なんて大したことないでしょうって思うでしょう。これね、実際つけたらかなり驚きますよ。本当に想像以上に綺麗なんですよ。使い方は至ってシンプルで、スマホやパソコン、ゲーム機器に接続するだけ。まあ、それでその映像がですね、130インチの大画面でドーンって映し出されますので、まあ、こういったね、単純なミラーリングとして使うのであれば、難しい設定などは特に必要ないんですね。そしていいところっていうのは、充電の必要がないというところなんですね。電源は接続したデバイスから供給されますので、使いたいなと思ったその時にすぐ使えるんですよ。そして本体にバッテリーが内蔵されていない分、めちゃくちゃ軽いですよ。なんと 79g です。まあ、もちろんね、メガネに比べると重いですよ。ただ AR グラスで 79g ってこれ驚異的な軽さなんですね。ですから胸ポケットに入れて気軽に持ち運ぶこともできます。そしてさらにすごいところとしましては、このね、 M チップシリーズの MacBook で Nebula 4 Mac というね、アプリを使うと最大3つの仮想スクリーンを備えたマルチスクリーンワークステーションを使うことができるんですよ。これかなりすごいですよね。新幹線や飛行機とかね、移動中にこの MacBook とこれだけあれば快適に仕事ができると思います。そしてね、まあ、今でも十分使える状態なんですが、これはまだまだ開発中のベータ版ですので、これからどんどん良くなっていくということだそうです。そしてさらにこれがね、近いうちに Windows でも使えるようになるそうですので、これは本当に楽しみですよね。そしてまだまだあります。 Android 限定の機能にはなるんですけれども、 Android の Nebula というアプリを使用することで空間インターネットを体験することができるんですよ。こういうふうに空間にね、いろんなアプリを同時に立ち上げて使うことができるんですよ。これをね、どうやって操作をするかというと、 Android 本体からレーザーを出して操作するんですね。これ面白いですよね。ですからブラウザを見ながら動画を見るとか、まあ、複数のタスクを同時に行えるんですよ。こういったものってね、今いろんなメーカーが試行錯誤しながら作っている最中なんですが、まあ、その中でもかなり最先端を走っているなという印象は受けました。ただしね、注意点としまして、 Android なら何でもいいというわけじゃなくて、対応している機種のみ使えるようです。まあ、対応機種一覧は概要欄に載せておきますので確認してみてください。あとね、快適に動くかどうかっていうのは、そのお使いのスマホの性能に依存しますので、まあ、ある程度のスペックはあった方がいいかもしれませんね。はい、ということで、まあ、できることはざっくりとこんな感じなんですが、どうですかね。近未来的ですよね。本当に面白い商品なんですよね。ただしね、注意点もいろいろとありますので、もう少しね、しっかりこの商品を見た後に使い倒してみた僕の感想をお伝えしようかなと思っております。それでは行ってみましょう。はい、商品はね、こんな感じで届きます。中にはね、ハードケースが入ってるんですよね。これに入れて持ち運ぶわけですよ。はい、それではね、早速開けていってみましょうか。はい、本体が出てきましたね。いや、これかっこいいですよね。まあ、本体は後で見ていくとして、その下を見るとですね、この下にはケーブルが入ってますね。このケーブルは両端子とも USB Type-C なんですよね。そして一つはね、 L 字になっていますよね。ですからこれをこのフレームのここに接続するわけですよ。
まあ、ケーブルはねそんなには目立ちません。まあ、こんな感じですね。まあ、服の中に入れるとさらに見えなくすることもできます。そしてこのケーブルの対側側なんですが、こちらも USB Type-C ですよね。まあ、つまり Type-C が接続できるデバイス、例えば iPad Pro であったり Android、 あとはパソコンや MacBook であればもうこのままで使えます。これを挿すだけで OK なんですね。じゃあ Type-C が使えないデバイスはダメなのかというと、もちろんそうではありません。その場合は変換アダプターを使うんですね。はい、この2つを紹介します。中を見ていってみましょう。はい、まずね左側は USB Type-C から HDMI に変換させるためのエンリアルアダプターと言います。そして右側は iPhone のライトニングケーブルを HDMI に変換することができる Apple 純正のライトニングデジタル AV アダプターと言います。はい、それではね早速接続していってみましょうか。はい、まずはねエンリアルアダプターに付属の Type-C を挿して、そして反対側こちらに HDMI を挿すわけですね。まあ、ゲーム機であったりパソコンであったりですかね。そして iPhone で使いたい場合はこのエンリアルアダプターをもう一段階分解して、はい、そしてここにライトニングのアダプターをつけるわけですよ。はい、これでもう iPhone でも使えるようになります。これを接続する、はい、もうそれだけで映像が出るんですね。それではね YouTube を再生してみると、はい、こんな感じです。僕が映ってますね。これ仕組みはどうなっているのかというと、この上の部分、ここに有機 EL のディスプレイがあるんですよ。はい、ひっくり返すとほらここに映っていますよね。そして横から見るとここにね三角のレンズがありますよね。ですからここで反射させて映像を目に送っているということらしいです。いや、よく考えられていますよね。そしてフレームの部分にはいろいろな機能が詰め込まれています。ここにねまずスピーカーがあります。これはね両サイドについているのでステレオで音楽が楽しめます。まあ、音はね全然悪くないですよ。ただもっともっと本格的に楽しみたいよっていう方や音漏れが気になる方は別途 Bluetooth イヤホンとセットで使うとかなりいい感じになります。そしてさらにここにボタンがあります。ここで起動調節、そしてこちらでは画面のオンオフができるようになっております。はい、商品はこんな感じでした。それでね結構使い倒してみて感想はどうだったかというとですね、もちろん大満足なんですね。かなり楽しめます。今までこういったグラス越しに映像を見るっていう環境に普段慣れていませんので、まあちょっとね初めは違和感があるんですよ。ただしね、まあ、じわじわと良さが分かるというか慣れてくると本当に最高という感じなんですね。ただしね、まあ、メガネよりは重いですから、この尾根部のねこの支える位置が悪いとここが痛くなっちゃってすぐにギブアップになっちゃいます。まあ、それさえねちゃんと調節できたら意外と長時間つけていても平気ですよ。 2,3 時間とか全然平気です。まあ、ここじゃなくてねこのここで、固定しないと痛くなります。そして僕が一番気に入った点っていうのはスマホを見るよりも目が疲れないというところですね。まあ、スマホを近い距離でこう長時間ずっと見続けていると目がめちゃくちゃ疲れますよね。これをまあ毎日毎日やっているとスマホ老眼とか起こるじゃないですか。でもねこの N リアル Air は目からねこんな近い位置にスクリーンがあるのに実際目はねもっともっと遠くを見ていますので目が本当に疲れないなと思いました。数メートル先に130インチのテレビが置いてあるのを見ているというそんな感じなんですね。そして調べてみるとテーブルライトでフリッカーフリー、そして世界第7位の認定機関から目に優しいデバイスという認定を受けているそうです。まあ、これのね何がすごいかというとこういった認定って AR や VR の世界では初の認定商品らしいんですね。ですから長時間スマホをいじる人は逆にこれつけた方が体にいいかもしれないなと思いましたね。まあ、ただですね、逆に遠くを見ることになりますので、まあ、普段メガネの人っていうのは見えづらいです。まあ、メガネなしで映画館に行くような感じになるんですね。まあ、そういう方はドツキフレームというのを購入してください。調べてみると N リアル社のドツキレンズ製作指定店の純銀座さんが Amazon で受注しておりました。度数を伝えると作ってくれますし、度数がわからない場合はお使いのメガネを一緒に送ると作ってくれるようです。あとね冒頭でも言いましたけれども結構部屋が明るくても綺麗に見えます。ただその場合はこの輝度調節をマックスにしていないと綺麗に見えないんですね。ですから、まあ、長時間がっつり楽しみたい場合は部屋をちょっと暗くして輝度を落とすか、まあ、このねグラスの上にかぶせるカバーが付属しておりますのでそれをつけて輝度を落とした方が長時間楽しめるかなと思いました。
そして僕はねこういったパソコンとセットで使うというよりはやはりねスマホとセットで使うことが多かったですね。ノートパソコンに接続した場合、単純にパソコンのモニターに取って買われるかというとそうではなかったです。まあ、Windows で使うと現在では単純なミラーリングですので、まあ、頭をね動かすと画面も一緒にこうついてくるんですね。ですから作業をするときは頭を動かさずに目だけをこういうふうに動かして文章を読んでいくということになるので、まあ、それであればもう手元のモニターを見た方が早いんですよね。しかし Mac で試したところその意見はかなり変わりましたね。まあ、Mac の場合はアプリを使って制御しますので画面がね3画面こういうふうに固定をされまして頭を動かしてこう見ていく感じになるんですね。これはかなり使えましたね。ただですね、このプロモーションビデオのように常にね3画面映っているわけではないんですよ。まあ、仮想的に3画面存在するんですけれども常に全部が見えているわけじゃなくて、まあ、この見えているのはこれぐらいの部分なんですね。そして頭を左右に動かしながら画面を切り替えていくという感じなんですよ。まあ、ですからこういったね物理的にモニター3つ設置しているものを超えれるかというとそうではないんですけれども、まあ机が狭くてねこんなにモニター3つも置けないよという方であればもうこれで十分代用できるなと思いました。ただし多少慣れは必要です。そしてこれが Windows でもそのうち使えるようになりますのでこれ本当に楽しみですね。それで Amazon のレビューを見ると結構評価いいですよね。それでレビューを見ていると電車通勤やカフェで使っているという人を結構見かけましたね。まあ、日本人ってねサングラスをかける習慣があまりありませんので、まあ、ちょっと浮くんじゃないかなと思って僕もね外で使ってみたんですが意外と溶け込むんですよね。まあ、特にね横から見るとあまり分かりませんよね。まあ、本当にただサングラスをかけた人みたいな感じになります。ただね注意点としましては音量をね上げると音漏れがあるという点と電車ではねこちら側はまっすぐ見てね映像を楽しんでいるだけなんですけれどももしそこに人がいたらねサングラスをかけた怖い人がずっとこっちを見ていると思われますのでねそこだけ注意が必要ですね。まあ、新幹線や飛行機とかではそんな心配は必要ありませんけれどもね。はい、そしてお値段ですけれどもなんと4万円台です。これ4万円って AR グラスじゃめちゃくちゃ安いですからね。まあ、僕の印象としましては本来もっと重くて大きくて高価だった AR 機器っていうのをウェブや YouTube などの閲覧に特化させることによって低価格メガネ型で超軽量っていうのを実現させたというイメージですかね。余計なところを省いて実用的な商品にしたというところが高評価を受けている要因だなと思いました。ただね iPhone で使う分には付属品が別途2つ必要になりますので、まあ、ちょっとお値段が上がってしまうということは注意してくださいね。最後にこの商品つけてみないとその良さがわからないというのもありますし、まあ、逆に人によってはね合う合わないっていうのもあると思います。そこでね、まあ、一度体験してみたいなという方も多いと思います。そこで調べたところですね体験できるイベントっていうのもちょくちょく開催しているようですので、まあ、詳細概要欄に載せておきますね。またですね取扱連携店っていうのもありまして、まあ、Amazon のレビューを読んでいるとヨドバシカメラで体験できましたよみたいなことも書いてありましたので、まあ、問い合わせてみるのもありかもしれませんね。はい、ということで今回はこの話題の AR グラスエンリアルエアのレビュー動画となっておりました。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。